はい、スルーッと行きましょう。わー、あー、はい、お疲れ様です。なしでございます。私今ですね、ここ赤坂宿、ここはね、旧東海道というところですかね、こちらに来ております。今回はですね、ここの旧東海道からですね、行ったところに川越にね、通じる道があるんですね。今はまあ、広いね、バイパスがあって、そこを走って、まあ、豊川から蒲郡に行くんですけども、そのバイパスがですね、できるまでの道、県道73号線、県道といってももう使われてないのかな、これね、調べると旧って書いてましたね、旧県道73号線、こちらにね、今日はね、またこのクロスカムで行きたいと思います。それではですね、今回も最後までよろしくお願いいたします。いろんな人がちらちら見ていきます。さてと、はい、ここですね、旧73号線ですね。この宮地山というね、看板、あとね、この鳥居があるので、それが目印です。ここをね、左に行きます。宮地山登りたい方はこれを右に行くとね、登山口があります。で、今回はこっちです。ここをね、まっすぐ入りました。はい、今ですね、ここ旧県道73号線に、入りました。さあ、これからですね、険しい73号線、ほとんども使われることはないでしょう。おっと、住宅地ですね、使われてました。まだね、入って5分も経ってないところで、今はまだまだいいですね。ちょっとくねくねで、ちょっと楽しいぐらいです。反対にね、車も来てますね。これ何で来てるのかな。おう、宮地山の遊歩道があるのか、そこ行く人がいるのか。この宮地山っていうところがですね、登って行って山頂行ってですね、そこから尾根下に行くと隣の五井山っていうところに行けるんですね。そうするとですね、蒲郡の街並みが一望できるというね、いい場所なんですよ。もちろんバイクで行けないので、歩いて行くんですけども、まあ、宮地山山頂から五井山まで1時間かからないかなぐらいの、移動距離ですね。まあ、興味があればね、行ってみてください。ところどころにですね、こう遊歩道のこの入り口があって、ちょっと山の中を散策できるって感じですね。で、こっからですね、結構苔がですね、結構苔がびっしり入ってくるところがありまして、思ったところ枝もですね、それなりに出てきましたね。あ、いいですね、クロスカブ、こういうところ似合いますね。いや、楽しいですね。本当に楽しいですね。いや、いいですね。なんか気分はですね、熊野古道に迷い込んだかなっていうようなね、そんな自然の中をね、散策できてるわけですよ。これがね、愛知のこの東三河の硬い中でね、味わえるという、ね、いちいちこうね、三重とか和歌山の向こうのね、熊野の方まで行かなくていいというね、そんな自然を満喫できるというね、素晴らしい県道でございます。ちょっとね、ところどころアスファルトがえぐれてる。わー、ちょっと滑れた。ただまあね、誰もね、来る気配がないので、そこはね、安心できますね。いやー、いいですね。ここなんか橋が架けてあります、ね。なんだろうね。なんかあれかな、山の、ちょっとこうなんか作業するのかけたのかな。おっと、ここはちょっともうだいぶ濡れてるな。山の方からの、いやーね、水が滴ってきて、だいぶ濡れてたね、今。もうちょっと離れてるね。あ、でも水辺の横を走ってるせいか、あとまあ日陰っていうのもあるんでしょうけども、だいぶ涼しいですね。ここ来るまで1号線をずっと走ってきたんですけども、やっぱね、暑いですよね。もうお昼12時を回ったところでね、やはり今日もね、最高気温33か4ぐらいありますので、
いや、それでもね、ここのね、山の中はすごく涼しいですね。気持ちがいい。ただ、この涼しさがですね、山のこの涼しさなのか、それともちょっとヒヤッとするこの怖さの涼しさなのかですね、どちらか分かりませんけども、突然ね、野鳥が飛んでくるとね、ちょっとびっくりしますしね。いや、ここは狭いな。この道はね、ここはちょっと狭いぞ。さあ、ここまで順調にね、順調に来ております。あ、ここら辺でちょっとね、コーヒーをね、飲んでもいいかなというような、そんな自然のこのね、川のせせらぎを聞きながら、あ、気持ちがいい、気持ちがいいですね、これね。あ、ちょっと開けてきましたね。あれ、もう終わりかな。もうなんか開けたな。あ、ここがですね、もう終わりっぽいな。おっとっとっと、なんか今見えますかね。今車があちら側、見えねえか、走ってるところ、今トラック走ってるところ、あれがですね、今の県道73号線蒲郡のですね、オレンジロードってところなんですよね。まあ、あのバイパスができるまでがここが現役でね、走ってたっていうところなんですけども、なんか石垣があるんで、なんかここに東屋みたいなものがあったのかな、なんか建物の跡って感じだな。さあ、ちょっとね、まだね、進んでいきますかね。で、これはどっちなんだい、蜘蛛の巣がね、そこちょっと蜘蛛の巣引っかかったんです。それが邪魔だな、今。はい、おーっと、はいはいはい、これ難所が来ましたね。ここがね、すごいね、これ水たまり。ここ来ましたね。だいぶ向こうの方もだいぶちょっと山尻から流れてきてますね。さあ、これをね、カブちゃんでいきますか。似合うね、このシチュエーションに。カブ、そんなに飛ばさずにね、スルーっといきましょう。スルーっとね、スルーっといきましょう。で、足を前に出して、はい、スルーっといきましょう。あ、いい感じです、いい感じです、いい感じです。おっと、すげえ泥だ心配なのはマフラーのね、音を録音してる、あっと、クモの巣、音を、ね、録音してるマイクがですね、今の水しぶきで濡れてんじゃないかと、ちょっと心配ですね。ちょっと降りようちょっと心配だ。機材が ね、なんだかんだって何万もしてますからね、この機材ね。大丈夫かな。あ、大丈夫そうですね。あ、大丈夫ですね。あ、よかった。クモの巣がすげえぞ。はい、行きましょう。よし、はい。おい、いやー、いいですね。いや、だいぶね、だいぶなんでしょう。あ、くわー、すげえな、これ。この先は道がもうなくて、ないけどガードレールの橋があるんだ。いや、ここもすげえな、ぐちゃぐちゃだな。で、ここは何だったんだろうな。平成3年3月ってここで西切山橋ってことですね。へえ。あ、ここが上にがバイパス走ってますね。で、ここ通れたのかな、今までが。なんか鉢植えもあるしね。お、クロアゲハかな。さあ、バイパス走ってる人はね、誰もこんなところにね、道があってね、ここ原付で走ってるなんて誰も思わないでしょうね。さて、さあ、ここもね、ちょっと抜けていきたいと思います。さあ、ぬかるんでるところがございますのでね、それだけね、気をつけて走っていこうと。あーだー、全然余裕でしたね、余裕でした。あ、余裕ですね。あーと、ここもぐちゃぐちゃですね。路面がぐちゃぐちゃですね、これ。あ、 OK、 クリアです。はい、ナイスクリア。さてと、この辺もだいぶですね、
落ち葉がすごい待ってるというかね、落ち葉が路面にすごい落ちてるんですけども、あー熊野さん、あー熊野さん、いやだな、いやカメラについてないけど多分今ね、ここのすごい大きい蜘蛛の巣だったんですよね。この道路の道幅いっぱいに、ね、蜘蛛の巣があってね、それに今突っ切ったっていうかね、突っ込んだんですけど、いやー、だからそんだけ誰も通ってないんじゃない、ここね、そんだけ広く蜘蛛の巣が取れるってことは。さあ、これはこっちかな、こっちかな、こっちだな。あ、でバイパス、あ、そうですね、バイパスの下をこれをくぐっていくと多分これなんだろうなっていうようなね、道がねあったの。これ、わあ、雲が、雲が、わあ、雲が、雲が、私の右肩に雲がね、クリーンヒットしましたね。うわ、嫌ですね。今雲がどこ行ってるのかな、体についてるのかな。まあ後で確認しましょう。すごい重み、重量感のある雲だったんで、だいぶ大きいのかな。あとね、シールドがね、雲のすまみれになってますね。さあ今ね、ここをね走ってきてですね、だいぶですね、今ここ970、あー、これも雲の巣が、ちょっとごめんよ、あー、すげえ、あ、すげえ蜘蛛の巣になってる、すげえ、あ、いたいた、あ、ごめん蜘蛛、あい、あい、蜘蛛ちゃん、蜘蛛ちゃんどこ行った、あ、蜘蛛ちゃん、でけえジョロウ蜘蛛でしたね。あ、あそこにいた、ごめんね蜘蛛ちゃん。さあ、ここもですね、突っ切っていかないといけないんですけども、はい、はい、よし、はい、行きます。いやー、すごいですね、やっぱあの大きいジョロウグモがですね、私の体にいましたね。ですね、まあ雲が嫌いってね、好きな人は少ないかもしれないですけどね、そういうのにね、体当たりにしてもね、まあ別に平気だよっていう方はね、ここ通ってください。今はですね、だいぶ、この73号線も佳境と言いますか、もう後半に入ってると思うんですね。もうバイパスのですね、すぐ近くのね、ところをね、取って走っていったので、平日っていうのもあるかもしれないけど、やっぱ誰も好き好んでこういうところバイクで来る人はいないですね。人の気配がね、一切ないですよ。本当に。ただ草むらとかがね、ガサガサって言うので、まあ、小さなちょっと小動物がね、いらっしゃるとは思うんですけども、危なかったね。あー、よかった、こけなくてよかった。いや、あとはですね、正直豊川と蒲郡を結ぶこの県道73号線なんですけども、ただ私はね、あの豊川から入ってきたんですけど、蒲郡のどの辺に出るのかな、上のあのバイパスの出口付近に出てくれるのか、とね、どこに出るかなんですね。おっと、対向車発見ですよ。どうも、あ、初めてですね、対向車来ましたね。この人もこの県道で楽しむハブ乗りですね。ね、カブ乗ってる人はね、みんなカブトモですからね。年齢問わずみんなカブトモです。あ、もうここら辺はもう、どっちかっていうともうピクニック気分で来れちゃうぐらいの路面、おっと、なんかでけえな、岩じゃねえや、枝が、枝の葉
快適じゃないですか。ここまで来たら本当快適ですよ。だって雲の巣も何もないですからね。沢が流れてるわけでもなくね、アスファルトのね端っこがで崩れてもうすごいことになってるわけでもなく、ね、落ち葉は、まあ、大変多くね落ちてはいますけども、全然快適ですね。快適なんですけども、どこに続いていくのかっていうのが全く不透明。まあこのまま進んでいっても私は無事にお家に帰れるのか、まあ、帰れるとは思うんですけど ね、結構なね勾配の下り坂なんですけども、これをだいぶね先ほどからこう降りてるってことはですね、もう間もなくね人里に降りていけるということだと思うんですよね。多分だいぶ下がってきたと思いますね。今回落書きがあるとね、落書きするためにここまで来たのかということですよね。ここに落書きあるってことは暇ですねあ、ちょっとね人工物が見えてきました。見えましたね。あ、ようこそガマゴリへ。この先市街地、速度落とし、安全運転で、はい、かしこまりました。はい、来ましたね。ちょうどねバイパスの横に出てくるんですね。下の方にもっと走りやすい道があるんだけど、これはこっちかな。ちょっと迷ってます。あー出ましたね。あーよかった。はい、こっから徐行運転お願いします。はい、かしこまりました。徐行運転します。あー出ましたね。もう民家もあって、ほら人里に降りてきました。いやーこれで安心です。ちょうど走ってきたのが12時20分ぐらいにねスタートしたので約40分、この旧県道73号線をね、40分で、走ってこれるということです。このバイパスを走るとですね、10分15分で、先ほどのね、豊川の方に戻れるというね